橋梁が崩落するなどし、全線で運転ができなくなっている JR 美祢線で、今日からバスの代行輸送が始まりました。今朝の JR 美祢駅です。通勤通学で美祢線を利用する人たちが代行バスの到着を待っていました。毎日使ってますね。なんか廃線になるとかならんとか言ってるんですけど、俺はできれば廃線してほしくないなって思ってますね。困るんで毎朝なかったら、塾に行ったりするときは長門市に塾があるので、それはちょっと困ります。そして代行バスが到着すると、利用者らは駅員の誘導で次々に乗り込んでいきました。 JR 美祢線は30日夜からの大雨の影響で橋梁や盛り土が流されるなどし、全線で運転ができない状態となっています。代行輸送は今日から厦駅から長門市駅間で行われます。湯野東駅には代行バスは停車せず、JR では湯野東駅を利用する場合は厦湯野東駅間の代行タクシーを利用するよう呼びかけています。また橋梁が傾き、運転を見合わせとなっている山陰線長門市小串駅間でも今日から代行バスの運行が始まっています。美祢市大峰町では浸水により住宅に大きな被害が及んでいます。美祢市では昨日ボランティアセンターが立ち上げられていて、今日も多くのボランティアが現地に入りました。美祢市大峰町近くに流れる麦川川の氾濫により浸水被害が相次ぎました。昨日からボランティアが現地に入り、住宅の泥出しや家具の洗浄作業などを進めています。この地域では今月1日床上から30センチほどの水が押し寄せたといいます。あっちまんやった、みち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 さしがいるんです。だから何したんかなと思って出てきたら、後ろからバワーッと水が入って自分の車に流れる。今日から県職員もボランティアとして参加、土砂の撤去や消石灰を使った消毒などを行いました。壁とかを見るとここまで浸水したんだなというのがまあ見えてくるので、ちょっとこう命のまあご無事だったというところが何よりかなとは思います。一番大変なのは家主の方だと思うので、少しでも力になればと思いますので。人海戦術でないとなかなか片付かないので、やってもやってもホコリが出てくるし、泥だらけなので、はい、助けられてます。今度何かあったら行かなきゃいけないなって思ってます。はい。こちらの保育園では園内に水が入り込み、辺り一面が泥だらけになったといいます。ボランティアに協力してもらい、地面に敷いてあった人工芝の撤去を行っていました。ここら辺も全部手動だったんですよね。でここら辺はなんとかね、コンクリートの上から私たちもこう少しできたんですけど、こっちの方もしっかりこう抱え上げないといけないので、取り除いてもやっぱ不潔になってるだろうからですね、もう芝そのものを今剥がしてもらってます。建物内にも水が入ったものの、園は閉じず、2階の部屋で子どもたちを預かりながら復旧作業を進めています。みるみるきれいになってるっていう感じです。ヘドロがものすごく重いもんですから、ちょっともう女ではもうスコップ持つだけでも大変、本当助かっております。自分たちではできないことなのでね。今日のボランティア活動にはおよそ100人が参加したということです。現在美祢市と山口市でボランティアセンターが設置されています。問い合わせは美祢市が電話 0837-525222、 山口市が電話 083-924-0543 となっています。一方、給水支援が続く美祢市では、被災した人たちのために市内の入浴施設を無料で開放しています。被災者支援として開放された入浴施設は、JR 厚駅近くにある
阿津老人憩いの家と道の駅おふくカルストの湯の3カ所です。道の駅おふくの入浴施設は2日から、また阿津老人憩いの家とカルストの湯は昨日から無料で開放されています。伊根市では豪雨の影響で水道局の施設が一部使えなくなっていて、市内の広い範囲で断水や水が出にくい状態が続いています。このため給水車で飲料用の水を提供していますが、市では自宅での入浴が困難な市民のために入浴施設を無料で開放することにしたものです。美祢市ではそれぞれの施設で利用できる時間が異なるので、あらかじめ時間を確認した上で積極的に活用してほしいとし、利用を呼びかけています。県内各地に被害をもたらした今回の記録的豪雨、美祢市の県道では道路が冠水し、車7台が立ち往生、1人が依然として行方不明となっています。当時川の水位が上昇する中、立ち往生した車の上で一夜を過ごし、無事だった男性に話を聞きました。途中もやばいなと思って引き返そうと思ったんですけど、ちょっと遅かったですね。当時の被害の状況を語る20代の男性。あの現場を通りがかったのは1日の午前0時ごろ、山陽小野田市の自宅に戻る途中でした。この日、美祢市東八津町では大雨によって JR 美祢線の城ヶ原駅近くを流れている浅川が氾濫、県道が冠水し、トラックや乗用車など車両7台が立ち往生しました。そのうち軽乗用車に乗っていた人と未だ連絡が取れていません。こちらは現場近くに県が設置した浅川の水位計のデータです。男性が現場に差し掛かった午前0時ごろに水位は堤防の高さを超え始めています。最初はそうですね、タイヤぐらいだったんですけど、そこから車が止まってだんだん水かさ増していって、最終的には車の屋根ぐらいまで浸かりましたね。普通に出て車を押して戻そうかと思ったんですけど、ちょっと無理でしたね。もうその後もうどうしようもないんで、とりあえず車の上に乗って、で、救助が来るまで、何時間ですかね、6時間とか7時間ですかね、ずっと雨を打たれながら耐えてました。もうだからずっと座ってなくて立って待ってらっしゃったんですか？立って待ってましたね。車の上で待っている間、雨は降り続き非常に寒かったと男性は話します。雨っていうのはやっぱ強かったんですか？強くなったり止んだりです。やんだり弱くなったりって感じですね。その都度もう寒いんで服脱いで絞って着てってしてました。で、トラックが後から来たんですけど、普通にトレーラーとかもどんどん水没していって、トラックも多分自分の前におったんですけど、最初流れでどんどん流されて、結構場所がコロコロ変わってるっていう状況ですね。車の立ち往生からおよそ7時間、水位は男性の足元まで下がり、近くの民家に避難できたといいます。車はもう廃車ですね。もう中も泥まみれだったんで、完全に使ってるんでもうダメですね。後悔してますね。あそこ行かんやったらなと思って、まさか自分がみたいなの思わないですよね、多分。そうですね、命があっただけ良かったんでしょう。今回の大雨では各地で爪痕が残っています。山口市では鮎の養殖が被害を受けています。24時間の降水量が観測史上最大を更新した山口市を流れる節野川です。川沿いには鮎を養殖する池が設けられていますが、1日未明は隣接する川の水位が急激に上昇していました。朝まだ真っ暗だったんですけど、もうこの土砂の土手のちょうど真ん中ぐらいまで水が来てて、もう全く池にも寄りつけない状態で。こちらは田中部長が様子を見た数時間後に撮影されたものです。
茶色く濁った池、そして池の至るところに流木が見て取れます。水位が下がって池を確認したところ、養殖していたほとんどのアユが川へと流されていました。その数はおよそ6万匹です。大雨によってアユが逃げ出したのは20万匹の被害が出た2009年以来、節の川漁協ではその時の被害をきっかけに別の場所での養殖を増やしたため、今回被害は最小限に抑えられたとしています。しかし組合員は連日かぶった泥を落としたり土砂の撤去をしたりと片付け作業に追われています。今回1000万円ほどの損失が見込まれているほか、アユの数が大きく減ったため出荷期間も例年より1ヶ月以上短い9月中旬までとなる見通しです。大打撃ではなかったんですが、やっぱりその洪水にならないに越したことはないなというふうにはまた改めて感じました。このほか9月に4年ぶりの実施を予定しているアユのつかみ取り大会についても開催の可否を再度検討する予定です。菅原道真を祀る防府市の防府天満宮でも被害が出ています。1日午前、境内にある県指定史跡大仙坊跡の石垣と土塀が幅およそ20メートルにわたって崩れました。1日に撮影された写真では崩れた断面をはっきりと見ることができます。もうちょっとびっくりして言葉を失ってしまいましたね。特に参拝の方がこれ見ると多分不安な気持ちになると思うんで。そういった点も含めて、かつては防府天満宮を管理していたお坊さんの詰め所だった大仙坊、参道脇にあることもあり比較的参拝客の目につきやすくなっていますが、今後原因の確認や調査に時間がかかるため修復のめどは立っていません。また今後も雨が続くとの予報もあることから、防府天満宮では大仙坊跡の周辺を立ち入り禁止にした上で、崩れた箇所にブルーシートをかけたりホースを設けたりしています。雨が降ると砂が削られないかは心配はしていますね。これ以上どんどんなると建物への被害も考えられるので、ちょっとその辺がとても今心配しています。今回の豪雨ではこれまでに1人が死亡、1人が行方不明となっていますが、今日新たに下関市で80代の女性が土砂に巻き込まれ大けがをしていたことが分かりました。今回の豪雨で山口市小郡上郷では軽乗用車が水路に転落し男性1人が死亡しました。また美祢市東厚町では軽乗用車を運転していた1人が行方不明となっていて、警察は捜索を続けていますが今のところ手がかりは見つかっていません。さらに下関市吉田で80代の女性が土砂に巻き込まれ、右手首と肋骨を骨折する大けがをしていたことが今日新たに分かりました。命に別状はないということです。県のまとめによりますと、住宅の被害状況は今日午後5時現在、床上浸水が240棟、床下浸水が297棟となっています。また昨日まで下関市と美祢市のそれぞれ一部の地域で断水もしくは水が出にくい状況となっていましたが、現在下関市豊北町では断水が解除され生活用水は復旧しています。飲料水については今後調査を進めていくということです。美祢市では引き続き市の中心部などで送水が不安定となっていて、市内7カ所で給水作業が行われています。大雨関連のニュースをまとめてお伝えしました。続いては、去年山陽小野田市の女性が現金およそ4460万円を騙し取られた嘘電話詐欺事件の容疑者逮捕です。山口県警などで作る合同捜査本部は今日、埼玉県に住む男ら3人を詐欺の疑いで逮捕しました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、埼玉県川口市の自称会社役員、宮代東容疑者35歳ら3人です。合同捜査本部によりますと、宮代容疑者ら3人は去年、他の人物と共謀して、山陽小野田市に住む75歳の女性から、現金およそ4460万円を騙し取った疑いが持たれています。宮代容疑者らは、騙し取った金を暗号資産に変えた上で換金するなどの資金洗浄を行う役割だったとみられています。被害女性のもとには NTT ファイナンスなどを語り、未納料金などを要求される嘘の電話があり、去年1月から3月にかけて合わせて70回にわたりお金を振り込んでいました。警察は今後の捜査に支障が出るとして3人の認否を明らかにしていません。警察は3人が県内の他の事件にも絡んでいるとみて、引き続き捜査を進めています。